ございます。おはよう。なんでわかったの、ショールームって。え、なんでわかったの、すごい。今日体操服着てるの、なぜならラジオ体操踊るから。もう朝変な顔だよ。おはやかわ、元気、超元気。通知来たのね。すごすぎる、早すぎる。通知さまさまだね。おはよう。フォローしてるか、通知来ました、ありがとうございます。どうもどうも、おはよう。実はね、500日配信なんですよ、今日。今日会えるの嬉しい。おはようさん、おはよう。何時だ今、5時か。今日のあのね、めっちゃ頑張ってる、ありがとう。めっちゃ頑張ってる、記念すべき日ですよ。こんにちは、おめでとう、ありがとうございます。配信頑張る、ありがとう。くまのるいくん、おはよう。メモリアルな日なんですけど。あの、頑張る。全員来てくれるの嬉しい。おはようございます。おじゃなんと風船ありがとう。頑張ります、ありがとうございます。おはよう。今日もラジオ体操するために、あのこれね、高校の時使ってたリアル体操服。すみっこ、おはよう。500回おめでとう、ありがとう。早い。おはよう、いずほちゃん、おはやかわ、おはよう、おはぴよ、ぴよぴよ。学校名ついてない。頑張りすぎて体調崩さないでね、ありがとう。お着替えしてきた。ありがとう、ランクイン23位、嬉しいです。すごい尊敬する。嬉しい、応援してくれて嬉しいな。おはよう。今日のみくちゃんの配信は、めっちゃ言っちゃったけど、某縦型配信アプリさん、この後やるんですけど、15分からは、もうね、内容盛りだくさんなんですよ。だからちょっと楽しみにしてってくださいね。いろいろ考えたので、企画を。まあ、まずはショールームのね、今日は記念すべき500日なので。おはようございます。まあ、あの本当はね、このショールーム 500日記念の、多分ね、あの、あ、ごえもんくん、おはよう、おはよう。
なんで体操区って感じですけど、まあそれはね棒立て型アプリさんで見たらわかると思うんですけど、体操服だよって書いておこう。おはよう、久々の5時の配信お疲れ、ありがとうございます。おー、レインボースター嬉しいです、ありがとうございます。可愛いなって、ほんとなっちちゃん、猫ちゃん、ありがとうございます。おはようございます。おはよう、これからもよろしくね、よろしく。お、今日はゆなぴぴれんさんです、待ってますね、来れる。おはよう、待ってますねとか言って、あのお仕事だったらごめんなさい。顔なんかね痩せたんですよ急に急に。おはやきな話し、ありがとう、ありがとう。こちらこそ、ゆなちゃんって朝起きるタイプです。本当？確かにあの夜行性ではないかもしれない。かなちゃんおはようございます、今日の話し、よろしくね、よろしくね。ゆなさん可愛いです、ありがとうございます。待ってました、待ってました、しんがはき、あなたは。なんか早い早い、楽しみしみすぎて寝れんかった、嬉しい。ちっかのたくん、レイマスター、ありがとうございます。あなたはくるくいにあげてるかな。そう、昔は高校生の頃は22時以降できなかったから、必然的に、うん、その学校終わりレッスンとかあったら配信できないから朝とか早朝とかにやってたんですけど、もう今となったらね24時までできるからなかなか朝にできないんですけど、朝寝るのもなんかちょっとずつ朝が苦手になってきて、なんせね、まあ NNB の活動やってて結構ね遅い時間の方が多いんかな、帰ってきて配信してとかなっちゃうと遅く起きてるってことの方が多いから、あんまりね、そう朝に朝早く起きてっていうのは。みっちだるまさん、ありがとうございます。朝ごはん朝ごはんにするの。みちらめってありがとう。いやもうさ、休日のローマの休日じゃないですけど、皆さん休日やのにこんな早く起きちゃってもらってごめんなさいね高校の時に学校行く前に頑張って、そうなんですよ、結構覚えてるね。あーよー、新幹線移動だと夜絶対間に合わないことに学びました。笑顔かいです、ありがとうございます。ニカニカ、全然大丈夫、ありがとう、優しい。また寝るの、犬の配信終わった。そう、今日はあのまあまあリアル話し会ね、集まるのが早くて、うん、だからこの時間から、昨日はそんなことなかったんけどこの時間からしててんけど、縦型の配信アプリで起きちゃって寝れなくて困ってたから配信見られて嬉しい、ありがとう。
これ500日じゃないわ、このショールームはと違う配信アプリでラジオ体操当たるんです。だからこれにしてます。ペレギワッフルやってる。おはよう。おはようかわ。この後 Go to the ミクに行きます。めっちゃライバル配信なのであんまりね出せないんですけど、なんせねそっちで今レイ専属モデルオーディションの予選をやってて、試験さんこんにちは、メロンパンちゃんハートありがとうございます。そう今はちょっとやらない。みちたこさんありがとうございます。お願いですよって。今日も可愛いのなんてありがとう。レモンフォローありがとうございます。どうぞ501日目からもよろしくお願いします。アドレナリンも放出中。じゃあ皆さんおはようございます。お疲れ様です。ありがとう。仕事サボって見に来てくれるのは内緒で、こんな朝早くからやってんのお疲れ様です。もう泣けてくるわよな。お疲れ様、偉いね。こんな朝早いんだ、みんな偉い。夜勤帰り？お疲れ様。まあ一旦500日雨ありがとう。朝毎日散歩してるの？友人が昨日虫歯ありがとうございましたって何度も押してましたよって。本当ありがとうございます。はい、たふうさんありがとう。じゃあちょっとランキングさらっと読んで終わりたいと思います。10歳ジノさんありがとう。10人よいちさんありがとうございます。10位モッシュさんありがとう。10位 BPM さん、はぁーみくちゃんも来てくれてるありがとうございます。9位つるきちくん、つるきちくんありがとう。8位はのりてつくん、のりてつくんありがとうございます。7位あきくんありがとう。6位ピロピロしたんさんありがとうございます。5位はみちみちありがとう。1位かなたくんありがとうございます。3位とりあじくんありがとうございます。みやきたくんありがとう。そしてはい、1位はなじちゃんありがとうございました。あさだくんおはようございます。そのねもう一個の本のその配信イベントの本はもうやったらやった分だけいいというか、まあ配信時間長ければ長いほどいいので、今はこっちの配信では15分しかやらないんですけど、またそっちのイベントが終わったらこっちをちゃんと長くやるので、また遊びに来てほしいなって思います。パチパチありがとうございます。お疲れ様です。ありがとう。こちらだからあと1分ほどで終わっちゃうんですけど、そういつもね ありがとうございますね。ちょっと申し訳ないことに2個そのもともとやってた配信とでこうさ大変だと思うんですけど、来てくれてありがとうございます。皆さんも使い分けて、今もねちょっとずつどっちの良さも分かるので。これからもねそのどっちの良さも、使っていけるように NNB48 とライバーとして。おはようございます。ライバー代表として
明日から顔見えてるし、ありがとうございます。今日よろしくね、よろしく。ライバー代表頑張ります。500日おめありがとうございます。ならないな、こっち。あれ、もうなった、こっち。テロップ出たかな、出た、テロップ出た。ありがとう。じゃあもう一個の配信で待ってます。バイバイ、来てくれてありがとうございました。縦型アプリでこの後来てくださいね。どこかわかんない方はツイッター見てください。バイバイ。